なたは。さっき一緒にオーディション受けてた子だよね。大丈夫ですか？体調でも悪いんじゃ。そうなんだ。死に物狂いで赤ちゃんに？これからどうするの？何か問題か？そんなことないよ！父さん？私たちだってずっと勝てなかったんだから。事務所から期待されて頑張って、それでも結果が出なくて。でもみんなとライブするのはめっちゃ楽しくて、それで自分たちのやり方を変えてやっとライバルに勝てたけど、それまでやってきたことって無駄じゃなかった。自分たちが楽しんでキラキラしてる姿をお客さんに見てもらって。私バカだからうまく言えないけど、自分たちの価値なんて一つじゃない。誰かが楽しんでくれればそれで。ごめん、やっぱうまく言えない。咲ちゃん代わって。え、私ですか？私にも父さんの気持ちすごく伝わった。時間だ、行かなくちゃ。うん、みんなの分も頑張るから応援してね。随分と数が減ったわね。一次審査で半分以上落とされたみたい。通常のオーディションとは審査基準が違いすぎるからね。対応できるユニットは少ないと思うよ。二人とも。あ、戻ってきた。遅いよ、とは。お腹の調子でも悪かったの？ううん、そうじゃないけど、ちょっとね。そんなことよりの、次の代表はもう決めてる？え、まだ決めてないけど。じゃあ、私に任せてもらっていい？急にどうしたの、とは。今私とにかくやりたい気分なの。絶対合格してみせるから任せて。そこまで言うなら。分かった、任せるわ。二次審査はどんな内容なの？いや、まだこれから。乙女力ですって？しまった、キルカードを間違えた。そうなの？だってトアだよ。あの単細胞なおバカさんから繊細な乙女力を引き出すなんて無理に決まってる。確かにトアってじっとしていられないし、声も大きいし、乙女っぽいところを見たことないかも。みんな、仲間を応援する気ないの？え、ちょっと待って。トア、時間がないわ。何でもいいから乙女っぽいことをして。乙女っぽいこと？乙女っぽいこと？あ、そうだ。皆様、ごめん遊ばせ。真剣にやりなさい、とは。やってるよ。無理だよ、と
アに乙女っぽさなんて、チンパンジーにおままごとさせるようなものだし。変な例えをしている場合じゃないでしょ。このままだと失格に。仕方ないわ、私の作戦ミスだった。残念だけど、トアのことを信じた私がバカだったのよ。そんなことない。え、きっとノアさんなら父さんの乙女な可愛い部分を理解してるはず。私が？そうなの？ノア、私の可愛いところ教えて。教えてって言われても。ノア、早くトアの可愛いところを教えてあげて。ノアさん、お願い。トアはいつも通りにしている時が一番可愛いよ。え？やった、さすがノアね。やっぱり思った通りでした。そうなの。ありがとうノア、私の可愛いところ教えてくれて。うるさい。